まあですね、北区は渋沢一で、町おこしをということで、いろんな意味でいろんな企画を立てて、活動しているんですが、まあ、私は建築家でもあり、特に茶室建築家でもありますので、まあ、渋沢一が、持っていた無心庵という茶室があるということを知って、でこの茶室をですね、ぜひ再興したいという思いになりました。と言いますのも、まあ、渋沢は皆さんご存知の通り、明治の時代に日本の経済の基礎を作った方でもありますし、その渋沢がですね、この北区の飛鳥山という地にですね、邸宅を構えて、でさらに、無心庵という茶室を持っていたということでありますので、ぜひですね、今亡きこの無心庵をもう一度この場所に、北区のこの飛鳥山に作って、渋沢の精神をですね、次世代につなぐことをできないかなというふうに思いました。2021年の11月7日に無心庵再興プロジェクトとして飛鳥山の無心庵跡で記念茶会を開かせていただきました。今回は飛鳥山大茶会と銘打って、渋沢栄一邸全体を使って若い世代の方々に茶席を設けていただきました。無心庵跡ではニューヨークをテーマに組み立て茶室全案席、青海文庫の庭ではパリのピクニックをイメージした春庵席、さらには池があったあたりには湧水庵席とカササギ庵席を設けさせていただいております。湧水庵席は湧き水があったという渋沢邸の清らかな水の流れを表現し、再興への思いを表現させていただきました。カササギ庵席は池があったあたりに天の川の伝説カササギの橋をイメージしまして、人をつなぎ渋沢の精神をつなぐをテーマとさせていただきました。自信なき渋沢がこの無心庵という茶室で、思い願ったことをですね、ぜひ我々が次の世代のためにつないでいこうと思いますので、そのためにはぜひ皆さんのご協力が必要ですので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。